環境経済学に第7回、第8回、これは合同の、えー、スライドになります。トラベルコスト法の実践、えー、また最終レポート用の、えー、説明が入っています。えー、担当はいつもの和田り子です、えー。まず最終レポートについてですけれども、トラベルコスト法または CVM 法のどちらかによって最終レポートを書いていただきます。えー、具体的なあの数字をですね、まあ の Excel のシートをあのこちらで用意しますので、えーまあ、本来であればですねあのそれぞれのこうアンケートを自分で取っていただいてそしてその回答に基づいてあの解いていただくということをやっていたんですけれども今年はあの、ね、コロナの関係でそれができませんのでこちらでですね一応その計算の過程ができるかどうかということとそれから意味を分かっていただけているかどうかということを確認する感じにしたいと思っております。 そしてですね、この最終レポートに関しての話し合いが行われまして、 であのまあ公平性ということをすごく、ね、あの気にされている方がいたので、できるだけ公平な形にしようということで、一番です、ね、あの何もこう設備がない方に合わせた最終レポートということを、えー、とそう念頭に置いております。ただしです、ね、やはりあのトラベルコスト法も勉強するし、CVM 法も勉強するし、コンジョイント法も勉強いたします。 でそういった中でトラベルコスト法だけというのはですね、まあ、あまりにも一番簡単なので、えーまあ、CVM 法ができる環境にある方、えーまあ、パソコンが使える環境にある方についてはこちらもですねできればトライアルをしてもらえればなと思っておりますでその公平性に関してですねあの、まあ、あのよく考えまして評価方法はですね要するにトラベルコストを選んだ人の中で、えーまあ、負荷から 週をつけるとそれから c v m 法を選んだ方は選んだ方でその中から負荷から週をつけるというふうにいたしますのでどちらが有利不利不とということはありません、えー、まあどちらを選んでもあの特に例えば c v m 法を選んだら1つですねランクが上になるとかそういうことはありませんので気をつけあの心配はしないでください。 トラベルコスト法に関しては、えー、今日のスライドを見てそして講義資料に添付された x クセルのデータを用いてもう最終レポートを書け始めることができます、えー、ですのでこちらの,です、ね、あのスライド非常に重要なスライドになってきますので、まあ、じっくりと、えーね、勉強をしてくださいそれからちょっとあの補足にはなりますけれども PC がお家にない方なんですけれども、まあ、大学に来られる方はメディアセンターで利用することができます でただ、ですねあの実はあのパソコンを使う方にですねあのアドインというオプションの中にですねもう入っているんだけれどもあの現れていない機能というのを出してもらうということが必要になるんですけれどもメディアセンターがちょっとそれをですね使えないようにしている可能性がありますので、えー、アドインはちょっと利用できないかもしれません、まあ、そういう意味では PC がお家ちにない方はあのやはりこのトラブルコストを選んでいただくのが一番いいと思います。 そしてですねスマホまたは iPad がある方はまあそんなに難しくありません。スマホの中にも Excel のアプリがあります。iPhone にも Excel っぽいアプリがあるんですけれども iPhone の方はスプレッドシートというものになっています。これではなくて MicrosoftExcel というもの Microsoft が提供しているものを落とします。無料になっています。 これは皆さんが知っているマイクロソフトエクセルと同じあのマークになってますので見つけやすいんですけどもこれ一旦落とすとですねもうほとんどの機能がパソコンであのね 計算するときと同じだし、グラフまでかけるということで、もう驚き,驚きの,あの性能なんですけれども、この関数というのが入っていまして、まあ、それからデータをです、ね、手で打ち込むこともできれば、ファイルごとです、ね、スマホから読み込むことも可能ですので、それほど大変ではありません、正直。ちょっとね、めんどくさいかなっていうぐらいなので、あんまり心配しないでください。 そして、あの、レポートの提出期限はですね、まだまだ先なんですけれども、あの、マイクロソフトワードのアプリを同じように落として書いてください。 こちらもですね、ま慣れてる方は本当にあのパソコンと同じようにマクロソフトワードのね、あのアプリさえあれば長い文章もですね書くことができますし、Excel からグラフをですね読み込んで貼り付けることもできますので、すごく便利なのでぜひやってみてください。そしてですね、あの保存する場所がわからないという方がいらっしゃると思うんですけれども、ドロップボックスという機能がありますので、ま機能というかまそういうサイトがありまして、そうするとですね、ま外部にあの することができてまたはですね、ワンドライブというのが、えー、っとですね、n d r o i d だとワンドライブが使えますし、iPhone だとドロップボックスとの,あのすごいこう相性がいいので、まあ、そういった形でですね、あのまあ、自分の持っている iPhone の機種の中に保存するのではなくてですね、まあ、それもできるんですけれども、できればその外部の、えーっとねえー、ドロップボックスの中ですとか、それからワンドライブというね、その マイクロソフト系のドライブの中に入れてください。Google も無料のドライブがありますので Google ドライブに保存することもできます。検事選考法の一つのトラベルコスト法です。トラベルコスト法は環境の価値のうち特にです、ね、利用価値について評価することができる方法です。 そしてですね、意思決定者の観察された行動、つまり客観的に、ね、観察されて観察あの見ることができる行動から個人の選考を知る、そしてその個人の選考を知ることで環境の評価をするというものです。例えばですけれども、どのぐらいのコストをかけて、どのぐらいの頻度を富士山に登っているのかというようなことを観察することで、富士山の価値評価をします。まあ、価値評価するときはやっぱりお金に換算しているということですね。 それでは復習ですけれどもトラベルコスト法についてねどうやって測るのかということをしっかりと理解しておきましょうまず旅行費用 P とそれから訪問回数 N というものを使って価値を測りますである人がある国立公園を訪問するのに P 円かかると考えてくださいその旅行費用 P が安ければ訪問回数 N っていうのはまあ当然増えていきますので訪問地へのトラベルの需要曲線というのはまあ右下がりになります まあ大体どんなものでも、ね、安くなれば需要が増えるということで需要曲線は普通に見たがりですねで今、需要曲線と言ってますけれどもこれは実際はです、ね、逆需要曲線というものですで逆需要曲線っていうのはどういう意味かというと実際はですね例えば、えっと、訪問費用があのいくらだったらば訪問回数はいくらになりますというのであれば訪問回数を決めているのはあの旅行費用の方ですね。 その逆ははないはずです。つまり、えー、訪問回数が、えー、と N 回だったらそれは旅行費用が P ですっていうことはありませんよね。したがって需要関数において、えー、説明する方ですね、えー、何か観察できることを説明するための変数っていうのは旅行費用になります。そして、えー、説明される方の変数っていうのが訪問回数になります。 そういう意味ですね、この需要の大きさですね、この需要の大きさっていうのは、基本的にはですね、えー、訪問回数であの本来、測るということになりますので、 訪問回数を測りたいから、えー、旅行費用と訪問回数の関係を見るっていう時に、えー、この図の方ですね、えー、この三角形のような、えーね、右下がりの曲線ですけどもこれを見るとですねまあ訪問回数の方がこう X 軸に来ていますから普通は X 軸がこの回数だったらばこの価格になりますっていうふうにこうね因果関係を持ちそっち、そっち側に見るとですねなんかそれはあの おおかかしししいいわけでですすねね論理としておかしいんです、ね、だからこのここに書かれているオレンジの重要曲線はこれは逆需要曲線と言われているものです一般的にですね供給曲線と需要曲線っていうのはあのーまあ、この逆需要曲線のことを重要曲線と言っていますそしてですねこの逆需要曲線の、えー、オレンジの線っていうのは 消費者がですね、ここまでは支払ってもいいと考えている金額の上限になります。で、それに対して、もしも実際に支払った金額が P 円だったっていう場合はですね、この A でいうと、青いね、この水色というか、ちょっと米の三角の中身というのが消費者余剰になります。消費者余剰というのは、得をしたなっていうふうに感じる部分です。例えばみんななセールになると ね、お買い物しようかなって思うのはこの P が下がることでですね本来だったらここまで支払っていいなと思っている金額と実際に支払え、ね、金額支払えばいい金額 P とのこのこの三角形の部分が大きくなるということです。したがって、えー、消費者余剰っていうのが、まあ、大きければ大きいほど、えー、ねその環境の価値っていうのは大きくなるというふうに考えてください。 まあただし、えー、そうやって測られる環境の価値というのが、えー、生態系の価値というよりは、まあ、それを観察するということも含めた、そのリクリエーションの価値、利用価値であったりします。そこにもちょっと注意をしてください。 消費者余剰イコール環境の価値というする理由ですけれども例えば富士山がなくなってしまって訪れることができなくなったら富士山を訪れることの楽しさというのはなくなります。でもしもある公園国立公園をね国定公園とかそういった場所をこう訪れることができるあるいは干潟に行って。 干潟、まあ、っていうのはねあの八つ干潟で知っていただけたかと思うんですけれども八ツ干潟はちょっとラムサールあの条約の締結地なので、えー、貝を拾ったりはできないんですけれども普通干潟っていうとね結構貝拾いをしたりとか、まあ、あの海水あのなんていうんですか潮干狩りをしたりすることができますので、まあ、そういうことができなくなるということであればそのある個人にとっての,その消費者用情っていうのは得られなくなります。まあ、当然利用できなければ消費者ははこの場合はありません したがって、まあ、消費者余剰というのはこの環境があるから存在する価値というふうに考えます。したがって、ですね今までの議論をまとめると、環境への需要曲線、ね、あの逆需要曲線、ひっくり返せば需要曲線になりますので、要するに環境への需要曲線と、そのある価格 P の下で観察されたです、ね、需要量、ね、ここで言うと、先ほどの絵で言うと N ですけども、 その訪問回数みたいなものを知ることができれば消費者余剰っていうのがわかります。したがって、えー、ね、その国定公園とか公立公園ねそれから山そういったもののですね価値がわかるということになります。 さあ、ここからがですね、あの大変なんですけれども、エクセルのシートをですね、えっと、あのこちらに置いてあるエクセルのシートは、まず今日つけておきます。最終レポートの時はもっとね、むずあのもうちょっと複雑なものを置いておきますけれども、まずはこのね、同じものをですね、え今日はつけておきますので、それを見といてくださいで。それをですね、開けていただくと、えっとですね、ここであの体験、そのままですね、言われ、まあ、ここに書いてある通りにあの、いろんなことをやってみると、 あのもうその通りに計算ができます。でまずはですね逆需要曲線の図を書いてみましょう。逆需要曲線の図を書くのには、えー、私がですねあのー、まあ、添付しておいたファイルを見ていただくとですね5年間の間での富士山への訪問回数というですねもう全く架空のものなんですけれどもその回数が書いてあります。 まあ実際はですねこれが需要なので N と書いておきたいところですけれどもこれからですね関数というものを推定していただく関係でそれを y とあえて Y と書いておりますそれからですねえっとじゃあそれを説明する要因となっているものは何ということで富士山への,その費用ですね富士山にあのねまあ登頂するための費用ね行くまでの費用とかねいろんな費用があると思いますけれどもそういったものをですねまあこれもまた架空の数字なんですけれどもこちらを用意しています。 したがってですね、この X っていうのがまあ安ければ安いほどこの Y っていうねあの訪問回数つまり本当の需要の方が大きくなるよっていうグラフをですね書いてみていただきたいんですね。で皆さんさすがにですねこの Excel の使い方を全く知らないよっていう方はあのまあ情報基礎をねあの学んでいただければいいかなと思いますしあの普通に Google などあの、ね、使って Excel の Ex でグラフを書くとかいうのを調べていただければですね、Google 先生に聞いてくれれば、えー、分かります。えーまあ、普通にですね、この Excel のシートの中の挿入っていうのを押しますとですね、何を挿入しますっていうので、えー、グラフが出てきますので、そこでですね、簡単にこのグラフを書くことができます。で、その中でですね、あのグラフを書くときにあの、えっとですね、散布図というのを選んでいくと、こういう図が簡単に書けます。 このタイトルはですね自分であ後からつけてますのでタイトルはこんなふうに自動的には出ませんけれども皆さん各自ですね同じようにこの逆需要関数の図がね簡単にできますのでちょっとそれまず書いてみてください。 えさてこのね四角い青いですねあの四角の中の白い字ですけれどもこれはですねあの表の数字の並び方ですね左側に訪問回数があって右側に流品があります。これはですねこの順番だとあの普通に散布図ってやるとですね必ずここにあるみたいに流費が縦軸で訪問回数が横軸になります。この,あの数字の並びが逆になるとですね逆の円が描けるのでこれもまた後でで書いていただきます。 今ですね、ここに書いたグラフっていうのはもう、この逆需要関数ですねで。消費者余剰はいくらっていうのは、そうしたら、えー、この中のですね、例えばその富士山への、えっ、ー、と、ね、訪問にかかる費用っていう、この縦軸にある数字のところですね、ここが実際に、例えば富士山の登頂にかかる費用がこれだったら、こう何回、 ということでその、まあ、ちょっと三角形っていう感じではないかもしれないんですけれどもさっきの絵のようにですね、えー、まあ払ってもいいなと思ってた金額が、えー、このね金額の方にな,なるんですけどもそれに対して実際に払った金額がこれだけだったっていうような形でこのグラフはあの先ほどからちょっと注意していただきたいんですけどもあの逆需要関数です。 ね、ですからまこのデータを用いて、えー、理論値を推定したいというのが私たちの目標になりますでこれどういうことかというとですね、まあ、観察されていることは全体に起きていることのほんの一部であると。 例えば、最近5年分のデータを使ったとしても、まあ、あの富士山というのはもうずっとあることですしそして、富士山の本源的な価値というのをまあ測ろうと思ったら例えば、もうここね20年、30年日本というのは物価が安定して仕切ってしまっていますのでそう考えると30年間の,その富士山への需要というのをあのまあ測ることができるんですね。富士山への需要で何がすごく大きく変わったかというと前にもちょっと説明しましたけれども世界遺産に登録されたということが分かります。 からありますから、この世界遺産登録前だったらば基本的にはですね過去、ま、30年ぐらいの富士山への,その、ま、需要っていうのはどれぐらいあったんだろうってねリクリエーション価値の需要っていうのはどれぐらいあったのかなっていうことですね。でそれを測りたいなと思ったらまずはこの逆需要関数っていうのを書くとなんとなくわかるんだけれどもそれは 本当はもっとですね訪れたいけど訪れてない人もいるかもしれないし、まあ、あとあのデータが5年分しかなくて実際には過去30年分についての,その、ね、費用とそれから、ね、費用あの訪問回数の関係というのを調べると本当の,その募集団、ね、富士山に訪れたいと思っているそして実際に訪れたという意味でその本当の募集団というのの,その まあこの集合の本当の,あの本当にしら調べたいことっていうのは本当全体のことですからそれをこうなんとか推計することができるってことになります。 先ほどは富士山への訪問回数がグラフの横軸にありましたので、えーね、今度はです、ね、あの説明される方を Y に持っていこうよということですね Y 軸 X 軸で言ったら Y 軸が普通関数の,です、ね、あの結果の方にきますよねそこで、えー、何が原因かというと富士山への費用ですね 富士山への訪問費用というのを原因としてそして結果として訪問回数が出てくるという,うに考えると先ほどの逆重要関数と逆にしないといけないんですねそこで重要関数になりますでそれを描くためにはこのエクセルのね、えー、数字の方ですねあのこの表の方をですねこう逆にしてあげますつまり、えー、左側の方にこの富士山への費用を書いてあげてそして 右側の方に5年間の、えー、ですね。訪問回数っていうのをこう書いてあげますそうするとですね。まあ、こんな風な、えー、先ほどとちょっとね。あの逆のえー、まあ、す。ごい似てるんですけれども、これよく見ると逆なんですね。そうです。数値が逆になっている x 軸と y 軸が逆になっているようなえ、需要関数で書くことができます。 ちょっとここでですね、あの、募集団という考え方について、えー、あの、もう一度ですね文字、文字で起こしてありますので、しっかりとここで見てください。まずですね、私たちが観察できたデータ、ね、標本サンプルっていうのは、まあ、本当に一部のものであって、潜在的な需要を持っている募集団があるなというふうに考えます。 でそうすると、母集団の方の重要関数っていうのを測定できると、まあ、その消費者余生も測定することができるので、本当に富士山に登頂する価値っていうのはどれぐらいなんだっていうことがやっとわかるわけですで。そこでですね、母集団の重要関数を求めるためには、回帰分析っていうのを行います。でそれは観察されたデータから母集団の値を、ね、それは理論値なんですけど、これを推計するっていうね、そういうあのものです。 これなんで必要かというと、例えばですね、あの、価格についても、あの、断続的ですよね。離散的っていうんですけども、えー、先ほどのデータでも、その、この価格の時に何回訪れるっていうデータがないところがありますけれども、そこもですね、一応求めることができるように、えー、まあ、回帰分析っていうのを行うんですねで。その回帰分析の方法としては、最小事情法というものがあって、これもですね、簡単に考え方をこの後説明していきます。最小事情法は、 ってどういう方法ですかっていうことなんですけれどもこれはですねあの実際の値例えば実際に観測できた値がこの図でいうとえ緑色のポチですねこれ y って書いてあります。これ観測された値ですね。それに対してえ予測値 y って書いてあるんですけどもそう予測値っていうのは、えー この実際に計算、あの観測された Y と、それからですね、X の方はこれ何かっていうと、横軸の方にあるのは価格ですよね。だから富士山への旅費が X であって、そしてまあそこから出てくる富士山への訪問回数 Y としたときに、その間にですね、線形の関数っていうのを考えてあげる、ね、そういうものを仮定してみると、どうなるかなっていうことなんですね。で仮定した時にじゃあ えっと理論値をそういう過程の下で求めるとしたらどうやって求めたらいいですかって言ったら実際のの値値値とそれから予測値の値がががでできるだけけ差がない方がいい方わけですしたがって差がない方がいいってことは実際の値と予測値の値観測値と予測値の間の距離っていうのを取ってあげてその距離の合計がねこの絵でいうとですねオレンジの矢印ですねこの矢印の,その長さの合計が最小になるようにするってことです。 まあだから予測値をですねあの、例えばこの線ですけれどもこの線がもうね、まあ、ちょっとこれあの計算してくれてるのでちゃんとですね Excel が計算してくれてこ,うあのこの予測値をちゃんとこう書いていく。 ね、近似曲線って言うんですけど、近似曲線を書いてくれてるんですけども、この近似曲線は実測値と、それから、まあ、その予測値の距離が本当最小になるようにしてるんですね。近似曲線が例えばですね、実際の値よりも全部上になったりとか、全部下になったりとか、えまあ、なんか、なんていうのかな。 そういうことはなくて、まあ上も下もあるんだけれども、なんかこの距離がね、もっと長くなるように置くってことはできますので、そうじゃなくて、まあ本当にこのいろいろ計算したらですね、この距離が一番まああり得る距離の中では最小になるようにすると、こういう方法が最小二乗法と言います、えー。そんなね、あの最小二乗法なんて難しいやり方をね、わざわざその手計算でやるっていうのも。 ででできませんので、えー、実際ですねこれを簡単にやってくれれるんですねこエクセルのツールバーっていうのを見てみると関数っていうのがありますでスマホにはですね漢字で関数ってない,ないんですけれども関数を表す F、ね、そしてちっちゃい X がついて FX っていうマークがです、ね、ありましてそこを開けます。 まあちょっとこれのパソコンの絵で本当申し訳ないんですけどちょっとねスマホの斜面も確かに取れなくはないんですけどあのスマホ、本当にあのすぐ分かりますのでぜひですね見てください。マイクロソフトエクセルを落としたらねそしてファイルを普通にですね新規というのを開いたらそうするとですねあのもう FX というのがねすぐに見つかります。 あのなんかちょいちょいってこうねあの、もう適当にこう探してみてください。ね。すぐ見つかります。で、こちらはですね、あのパソコンのある方用の,あの画面にはなってしまってるんですけれども、えー、パソコンの方もですね、これはあの、えっとですね、ツールバーのところにもうですね、関数っていうのを開いた状態になってます。 えー、そうするとですね、関数っていうのは、あのねちょっとこうクリックすると、その他の関数っていうのがあるんですよ。一番ね、この関数の中の、関数の挿入の中のね、そう、数式っていうのがあるじゃないですか。で数式っていうのこう上に見え,見えますか、えー、そしたらですね、次に関数の中の一番右側の方に行きます。 ね、S、式をね開けるとこう関数っていうのが出てくるんですけど、こ関数がたくさんあるんですね。その中の一番このね右側のその他の関数を選びます。そして、えー、そこにカーソルを合わせるとですね、関数にこのカーソルを合わせると。 えー、いろんなのが出てくるんですけどその中の統計一番上にですねこの統計というのがありますでここからがですねちょっと大変なんですけれども A からいろんなあの、ね、統計が入っていてその中でえー、っとこのねこうライ,ンラインステみたいなねこう、まあ、読み方ちょっとあるんですけどこれでリニアですねリニ,アあのリニアの、えーまあ、スタティスティックスなので、えー、ラインステみたいになってるんですけどこちらを選んでください。 でですね、あの関数あの、ね、そこにこうカーソルを合わせるとですね関数の説明が出てきます。なんかよく似た、ね、綴りのものがこう前後にあるんですけども、えー、必ずですねあの最小字情報だなということがこう、ね、見ると分かりますので、ね、あの見てみてくださいで。ここにはですね、このねラインストって書いてあって、 えこの基地の y 基地の x 定数補正って書いてあるんですけど、まあ、実際はですね、えー、定数も補正も入れなくても大丈夫です。これ定数はですね0にしたい時は0って入れるんですけども基地の y 基地の x っていうところを入れるだけです。まあ x と y が分かっていてこの、えっと、最小値情報を使って直線を当てはめることで基地のデータポイントに対応する線形トレンドを表す補正項を計算しますということなので、えー、実際はですねこの補正項を入れて定数を見たい人とか、えー、それから定数を入れて補正項を見たい人っていうのがいる時はこれ入れるんですけれども普通はここ入れないでこの y と x だけを入れることで、えー、このですね 先ほど見たね、線ですね。理論値っていうのはどういう感じになるかなっていうのを見てみます。で、最初にですねあの、この、えっと、ね、リンストをやるときに、えーね、ね、ラインストをやるときにですね、どっかにこのセルをですね、えっと、まあ、適当にあの置いてあげてくださいで。もちろんこの表の上に置かなければ、もうどこでも大丈夫です。ね、ちょっとそこで見たいなっていう場所に置いてください。 で,ですので、えー、この黄色のねセルにしてありますここはねあのほ本当はこれも別に黄色じゃなかったんですけど私が黄色にしているので皆さんは白いセルのね上に、えー、自分でわかるようにですねまあここに置くよっていう気持ちで置いてくださいね。 でえっと、これはセルを置いて、えっとね、この今までやってきた数式え、それからその他の関数、統計、そしてリンストであの出てくるので,で、覚えちゃったら、ですねもうい,あのいきなりあのイコールリンストって入れればもう出ますので、ね、この画面が出ますのでね。 えさあですね、この数式、その他の関数、統計と来て、そしてね、ラインストと来たら、ね、このようなですね、まあ、ちょっとグレーっぽいあの画面ばっかりなんですけども、えこういう画面がね、真ん中に出ます。ね。 で、えっと、そうするとですね、この因数っていうのをね、あの入れてくださいって出てくるんですけど、因数って何っていうと、その実際に観察できているね、Y を、あのじゃあ入れてくださいって聞いてきますので、この緑色のところをね、この緑色のね、枠のところね、これをポチッとして、そして紫色のところをですね、範囲指定しますね。 えー、これで言うと a の2からそれから a の13になりますねでその指定したところがですねこれまあ,あのこれ実際同時に見れるわけではないんですけども緑のところをポチッと押すとこの下のですねこの関数の因数っていう画面が現れますのでこの a の2から a の13っていうのはこれはもう普通にあの打たなくてももちろん範囲を指定したら入りますね。そしたらですね今度このえっと一番左側にあるですね,、えー、ねなんかこのちっちゃいポチがあるんですよね。これなんか こう矢印がね下側向いてるんですけどそこをですねポチッと押すとここに因数が入りますね。でそしたら次にですねこのねあの基地の、X、を入れてあげます。は富士山への,あのね訪問にかかる費用の方なのでこちらのですね B の2から B の13っていうのを入れてあげます。ではやり方は全く同じです。 えそしたらですね、あの、先ほどは、あの、同じ画面の中に入ってたんですけども、実際どんな感じになるかというと、実際はですね、こうなります。え、つまり、いきなりですね、リンストって入れてもよくて、リン、ね、ラインストって入れてもよくて、で、カッコ A2 ね、から A、えっと、A の13っていうのを入れて、そして、コンマを打って、そして B2 から B の13って入れると、これはですね、Y と X をもう入れましたってことになります。で、まあ、 ただです、ね、さっきみたいにこう順番を開けていって入れた方がです、ねまあ、分かりやすいと思います。で、えー、こんな感じで,です、ねまあ、いよいよです、ね、この、えー、x と y、ね、それぞれ入りました。でこれがです、ね、両方入ったところの図表になりますね、画像になります。つまり y には a2 から a の13が入っていて、えーね、x の方には B の2から B の13が入ってるってことですよね。で、これと同じ、あの、ここに出てる、画面に出てるね、ものですね。このグレーの画面のところに出てるものが、えー、上のところにもね、同じことが出てますので、まあ、これどっちでもいいですよってことです。ちょっとしつこいですけどね、もう一回言っておきましょう。そしたらですね、このようにですね、この基地の Y と基地の X の中にそれぞれね、セルを入れることができたら、えー、ね、OK っていうのを押します。 でこの関数の、ね、ヘルプというのが出ているので、えー、こちらもですね気になったら読むと、うん、なるほど、ちょっと勉強になるなって感じです。これはもう各自で見てみてみください、はい、タイトルのところにあるんですけど、OK を押すと、ですね y=mx+b という結果が出ます。ね そうすると、えー、この、ね、左側のセル、ちょうどこの、ね、黄色ね、ね初めてこのイコールリンストって置いたことですね。でそこが傾き M にね、ね M の数字が入ります。そして右側のセルの数字がもう切片になります。でそ結局これってじゃあどういうことっていうと、y イコールマイナス0.01913という推定式になります。 さあこの推定式の意味ですけれどもねこれは x =0 っていう時を考えてみると x =0 ってことは訪問費用がゼロの時ってことこです。訪問費用がもし0だったらみんながどれぐらい富士山に通うかっていうと5年間で67回は通うでしょうということになります。 ね、この y っていうのは実際はですね、まあ、今までこうねあの x 軸 y 軸っていうのは分かりやすいように y っていうふうに置いていたしこの、えっと表まあ、計算がですね輪数の計算の関数は y なんですけどももともと何だったかなっていうとこれはもともとはこのね5年間の,その訪問回数でしたよね訪問回数 n を本当は求めてたってことなのであなるほど。 もう、もしも、その費用がゼロだったら67回ということで、まあ、ックス結局、費用がゼロでも67なので、これがマックスの回数になります。えー、実は今、しっかりとれあの説明をしたところですけれども、えー、この式でしたら単にグラフを書くだけでもなんと禁止できるんですね。これは本当に便利なもので、スマホでもグラフを書いて保存できますし、その時に全く同じ機能が入ってますので、えー、近似曲線も書くことができます。 えー、例えばです、ね、あの先ほどの,です、ね、あの富士山への費用を左の列に置いて、ね、逆重要関数じゃなくて重要関数の方ですねこちらを書いておきますでこのグラフを一旦書いたらですねそうしたら、えー、この挿入グラフ散布図を選んでこのような、ね、図を書くんですけれどもその時にですに、ね、近似曲線の追加というあの機能がついてますのでそれを用いて近似曲線というのを出してみます。 ではこの図にです、ね、近似曲線を入れるというのをやっていきましょう。グラフを描きます、まず最初ね。でその描き方は先ほどのスライドにあったように挿入、そしてグラフのときに散布図を選びます。ね、でその時にですに、ね、描かれたこの散布図の図の方うにです、ね、図の中の,この点のどこかにちょっと、ね、カーソルを置きます。 でこのプロットされた点の上にカーソルを置いてそして右クリックというのを押しますとえその右クリックをした中にですね、まあ、ここにこう出てるようにこうグレーのねちょっとバーが出てるように近似曲線の追加っていうのが出ます。 でこの金似曲線のなんとですね、書式設定もたくさんあるんですよ。で、これね、すごく本当に便利で、まあ、本当だったらこの図に合う金似曲線って違うだろうって思われると思うんですけど、まあ、まずはこの練習のためにですね、えー、最小字情報で求めることができるという意味で、こちらのですね、直線っていうのを、ね、選んでください、ね。線形っていうやつですね、2番目にあります。ここにですねねまああの、えー、と右、ね、右上がり左上あの 右下がりは違っていても構いませんのでその線形っていうのをポチッと入れますで、そうするとですねもう近似曲線がねこれちょっと入ってる絵になってますので、えー、よく見てくださいえー、ちょっと近似曲線が細くて見えにくいんですけれどもこのピンクの枠でですね囲われた部分が近似曲線になります ね、えこんなふうにですね、まあ、できるだけこうねあの先ほど言ったように点と、まあ、実測値ですねこの点プロットされてる点とそれから、えー、線形の場合のこのね、えー、線形で引かれた点ですねこの線っていうのは結局どのような細かいですね、えー 費用ですね。X 軸の費用に対してもこの対応できるような訪問回数っていうのを書いていることになりますよね。で、そのえっ、ー、と実際の観測値と理論値との違いっていうのが、えー、距離で測られますね。その距離が最小になるようにこう描いているわけです。 でさらにですね、あのこのえタイトルの方に書いてあるように近似曲線の,その書式設定の方ですね、下の方にこうに、ね、頑張ってスクロールしますで。そうするとですね、グラフに書式を表示するというのとグラフに R2 の定、ねね、数を表示するというふうに書いてありますのでこれをチェックを入れてください。 この決定係数って何でしょうってことですね。近似曲線を出したときにこの決定係数も出しますかということでチェックを入れるとこれが出てきます。でこれはですね、会計式っていうのを今ね、あの使ったんですけれども要するにいろいろやってです、ね、理論値を出してきましたね。でそれはもともとで募集団の,あのこう自分たちが観測,観測していない人たちも含んだ募集団の,この予測値。 ってていうのをこう見,て見てみたいわけです、ね、じゃあそれがどれぐらい現実をあの説明できてるかなっていうのをあの示してくれるのがこの決定係数というものですしたがってですねこの回帰モデルによってあの出てきたこの予測値っていうのがありますねつまり理論があの、まあ、示してる値になりますからそれをですね予測値なのでこの y の i にこのハットがついてますでああの x の i の方は何かっていうと例えば えっと、実測した時の実際に観察した時の費用の方だけをこのね当てはめてあげると、えー、現実はですね例えばその理論値からちょっとねちょっとこう理論値からこう増えたり減ったりするけど理論値より多かったりする,するし理論値よりちょっと少なかったりするんだけれども結局は理論値の周りに実測値っていうのはあるよっていう考え方なんです。したがって、えー、まあ こういう費用が与えられたらってことで、この XI の方に、あの、ま、富士山への、えっと、高費用とかね、それをこう入れてあげたときに出てきた予測値 YI っていうのが、実際にその、 かあのその XI の時の YI ですね、その価格の時の旅行費用の,時のえっ、ー、の訪問回数とどれぐらい離れてるかっていうのが、えー、ここのですね、この R の事情イコール1マイナスっていうふうにこうね、書いてあって、えー、こ,のこれ、大型演算子っていうこのシグマですけれども、えー、N イコール1から N 個、ね、観察したあの N 個の全部のですねこの,、えー、とこの差をですね取ってあげるよということですね、これを全部足してあげるよということになります。 ね。で、したがってですね、もしも観測値と理論値が全く一致してたら、ここゼロになりますよね。で、この分母が0になるということは、あの分子が何であれ、R の実常は1になります。え、R のね、実常イコール一になるということは、これ予測値と実測値が同一ですよってことを意味してるから。 R 事情は1日近い方が予測値と自測値が同一だなってことになります。まあ近いな。つまり理論が実際をよく、ね、説明してるなってことになります。 じゃあこの r 事乗イコール0っていうのはどういうか、ね、時なのっていうことを考えてみると r 事乗イコール1マイナスって書いてあってこの大きいですねあの式の中の青い部分とそれから紫の部分が等しくなるとちょうどこれね1になりますからああじゃあその時0だなってことですで決定係数0で回帰式が予測値の説明力が0っていうことなんですよねじゃあそれどういう時ですかっていうことでまずですね青い方のね この、えっと、y-y-hat の事情っていうのを考えると、これはさっきから言ってるように実測値からよそは口を引いたものですよね。で、この,あの距離の大きさがですね、何と等しくなってるかっていうと、この y-y-bar i、y、っていうことなので、これはですね、y-bar の方はもうただの平均値ですから、もしかしたらもうね、この、えっと、結局、あの、 関数としして y、えー、y が y バーに等しいですよ、うん、つまりこう観察された、えー、ものは、まあ、平均値に回帰しますよってね平均値ぐらいにいつもなりますよってなんかねあんまり結局こう意味がないんですね意味がないって意味は何かっていうとこのもう価格あのそこに行く ための価格っていうのがもう関係ないですよってなるわけですどうしてかというと Y のバーっていうのは平均値だから常にもうその観察されたものの平均値になりますよということでもうこの式の中からですねこの x の i っていうのが抜けてるわけですよねなのでえっとそういう意味で全く意味がないようなグラフにあのグラフっていうかまあ あのモデルになっちゃいますでそんなモデルの時のこの数字とですねこの,あの、まあ、合計の数字ですよね結局実測値と平均値の差の合計、ねまあ、それとそのあの予測値とそれから実測値の差の合計が等しくなっちゃうっていうことはもうそれはもう本当に決定係数は0つまり全く意味がないってことです。 したがって、まあ、あの決定係数についても1よりもあの大きくなったりするってことはないんですけども1に近づいてればいいモデルなんだなってことを、えー、覚えておいてください。でそれからですねこの決定係数というのはすごい重要なんですけれども実は今日やったのは単回帰というもので説明変数が1つしかないんですけれども実はこれ10回帰というのもできます。 でそれはえっと残念ながらちょっとあのパソコンがある方じゃないと重回帰は計算できないので、あのー、まあこ 高校の問題では出しません。けれども、そのまあ、ちなみに的な感じでね。あの説明、変数がどんどん増えていって。例えば富士山への訪問回数が富士山への。その渡航費用だけではなくて、年齢にもよってると。例えばまあ、若いうちは何回も行くけれども、もえ年を取っていくとあんまりそんなね。あの体力がないから、あのそんなに登れないとかね。逆に若い人は暇がない。あの暇がないけど。 あの年齢がいった人の方が暇があるから年齢が実はです、ね、あの渡航回数、ね、年齢いった人の方があのたくさん山に登っているとかっていうような、ね、そういう他の説明変数を考えるでその説明変数がです、ね、どんどん増えていくと実はです、ね、決定係数っていうのは大きくなるっていうそういう特徴がありますのでまあ,あのこれ一般的な話ですけどもこれはとあの注意してほしいなと思います、えー、さあもう一つおまけにです、ね、このゾーントラベルコスト法というのをね 前にちらっと説明したんですけれどもこちらもですねこの線形の式を用いて簡単に調べることができますゾーントラベルコスト法ではリクリエーションサイトまでの費用によってあらかじめですね訪問者の居住地をいくつかのゾーンに分けます。 ね、それはまあ遠い地区から、まあ、富士山なんかだと海外からもね来てますからねそういう人はですね、まあ、そんなに多い回数を訪れることができませんから全員が訪れるというわけでもありませんしねそこでそのゾーンあるゾーンあの Z っていうのをね例えば決めたらそのゾーン Z の、えっと、訪問率っていうのを出します。それは そのゾーンから実際に訪れてくれた人数を V の Z として、それをそのゾーンに住んでいる人、人口 NZ でえこう出して、割ってあげると、そうすると、そのゾーンからの訪問率っていうのが分かります。だから遠いところから来たんだけれども、なんとですね、イギリスから来てもえ例えば3%の人がえ日本の富士山に訪れてるってなれば、訪問率は3%になりますよね、0.03となります。そういうイメージです。 でそこでですねこの旅行今度はですね旅行費用とそれから訪問率ですね前は訪問回数だったんですけどもゾーントラベルコスト法では訪問率の方を統計的な分析にかけますということでまあ、そうすることで、えー、需要関数ですねこちらを推定することができますつまり費用とそれから訪問率の関係ですねでまあ最終的にはですね訪問率をまた人口とそれから訪問者数に戻してあげれば訪問者数との関係にも、えー、なるわけです。 そしたらですね、今この紫色の図ね、字のところを見てください。こちらがですね、えー、訪問率ね、rz イコール、まあ、レートなのでね、rz イコール、えー、これですね、fxz となってますけども、これがですね、えー、まあ、前は、あの、x、x っていうのは、これあの、えっ、ー、と、訪問費用ですね。訪問費用の関数としては、 こう前の式はですね N=F x だったんですけれどもこれをですね、えー、訪問率が費用で説明できるというそういう関係にしています。さあそうするとですね訪問率実際にこう計算したものがですね、えー、この X の Z つまりそのあるゾーンから、えー、ね富士山に来るためのその費用で説明できるかなということになります。 今ですね、このゾーントラベルコスト法の時に、えー、Rz イコール fx0 というね、この紫色のね、えー、式ですけれども、それの f カッコ xz のところは、もうね、線形ですよということで、先ほどから使っている線形の式をですね、仮定します。でそうすると、R の z、つまり訪問率は、何らかの定数 b と、それから m っていう傾きですね、そして、えー、本あの富士山への z ゾーンの その訪問費用というね、XZ、これで描けるわけです。さあ、そんでもって、ですねこのトラベルコスト法のねあのゾーントラベル法だとどうなるかということで、えーね、これあの、そんなに難しくて言ってるわけじゃなくて、訪問率を出すために、えー、この、ね、各ゾーンの人口っていうのを、ね、足してみました、ねで。そうすることで、えー、訪問率 RZ、ね、っていうのが出せてるわけです。 ね、この訪問率は、えー、この、ね、表の中のです、ね、一番右側にありますね。でその訪問率と今度ですねその訪問費用ですねその各ゾーンの訪問費用、ねまあ、訪問費用も先ほどと実は一緒なんですけどそちらを使うとですねさっきよりずっといい感じのねなんか式になってるじゃないですか。ね、どういうういい意味かというとまずあの 観測値とです、ね、それから、えーとまあ、それを禁じしている曲線つまり理論値ですねその間の距離がすごい小さくなってます。ね、そして R の事情を実際見るとですね、まあ、なんと0.89っていうことでぐっとです、ね、9割方説明できてますよということで、まあ、非常に上がっています。 えー、この例ではです、ね、こう見ていただくと、この富士山への訪問回数っていうのを直接、非説明変数にして、えーね、理論値を出してみるよりも、ゾーン、ね、ゾーントラベルコスト法を使った方が、えー、当てはまりが良かったんですね。この、ね、当てはまりは、R の事情を使って見ることができました。決定係数ですね でまあ、実はです、ね、このほかです、ね、推定されたこの値が理論的に、ね、統計的に意味があるものかどうかっていうのを示す T 値とかがあります。でこれです、ね、ちょっと次回以降のスライドで私に余力があったら説明させていただきます。ね、で今回はです、ね、小テストなんですけれどもこの課題用のファイルが KCN ではなくて講義資料に挙げられていますのでこれをです、ね、あのダウンロードしてそして理論値を、えー、実際にです、ね、出してみてください。 ね、この線形をですね実際にこう出してみていただけると嬉しいなと思いますでまずは今日はですね小テストを2種類出しておきますのでやっておいていただいてで最終レポートまでの、ね、このテストはですね7月末から8月の頭を予定していますでまず今日はですねあのちょっとこちらの方で使ってですね皆さんにお願いしたいのはあの、えー、今回ですね第の まあ、7回、8回、えーまあ、一応セットという形になっています。というのはです、ね、まあ、皆さんにやっていただくことが今までと比べると、もう途端に大きいからです。そしてまた、これがです、ね、最終レポートのまあベースになりますので、まあ、しっかりと理解していただきたいということです。 そしてですね、第9回、第10回は、まあコンジョイント法の詳細となります。こちらはですね、7月の第2週に、えー、アップすることを予定しています。次に第11回、第12回が CVM 法の詳細となります。こちらはですね、まあ、やりたいと思っていても、なかなかちょっと、あの、時間がギリギリで嫌だなぁと思ってらっしゃるかもしれないんですけども、えー、7月の第4週を予定しています。CVM 法の方はですね、あの、また、あの、まあ、あ そうですね決して簡単ではないんですけれどもこれは本当にあの興味のある方がやっていただけるといいかなと思っているだけです。 それからですねちょっと要望が多ければ、また最終レポートの書き方について、出られる方だけで、ズームで質問大会を行いたいと思っております。これはでも1時間ぐらいを当てる感じだと思ってください。どうしてもですねやり方がわからないとかいろんなことあると思うんですけれども、q a を使って質問をしてください。すぐにね回答すること、ちょっとできなかったりするんですけれども、必ずその週のうちには回答しますので、ぜひですね、活用してください。